かのゲッツーの時のベースの入り方とかちょっと細かいな。これはもうセカンドですよ。ショートはもうそんなないですもん。セカンドそうですね。だからこっちが一塁ベースとして昔は大変でしたよ。今なんかめっちゃいいよ。今はもう赤も何でゲッツー飛んでんだよね。いや実際ね、だから潰せって言うんだもんな、はい、で僕らはそれがでゲッツー取ることにすごい価値が出てきてたんで、まあまあね、僕らが苦労したとかっていうわけじゃなくて今の子はいいな楽だなっていう怖いですよ。一時なんか荒いスライディングが流行ってる時とかあったもんな。いやもう本当今日もキャッチャーやってる時はさ、ね、避けても避けたところに避けたところに来るからスライディングしてくるんで、それをこう足引っ掛けるならいいけどさ、ほんまに近くでの、いやいやそのなんていうの、はい、危ねえよってやついいじゃん。そのなんか足引っ掛けとか これこういう感じだったらまだいいけど、結構外野手が空気読まんと来るんですよ、ね、セカンドショートっていうのはもう最後終盤は仕方ないけど、うん、それまではもうごめんねみたいな感じで行くんだけど、うん、もう外野手関係なく来るから今はもう潰せないんで、はい、もうここにしかスライディングできないです。今はここだけです、はい、この辺にしたらもうダメです。はい、です回り込んだとか言い訳はダメなの今は。ダメじゃないですか。ダメですね、今もダメなの、はい、すいませんねあの現場にいたから現場で若干変わっていくからさどんどん、はい、じゃあもうどうですか。基本はもう基本形やっぱここでこう待つ感じですよね。左足左足で、ね、左足でこう待って、うん、まあ、ボールの来たところに入っていく。でまあ、ちょっとそれればそのままこっち来ますし、あの後ろ、うん、まあ、そこはランナーの僕らの時は潰しがあったんで、うん、こう前行くぞって言いながら後ろ行ったりとかはしてました。で、まあ、あとバッターランナーの足と走者の足っていうのもちゃんと頭入れといて、まあ、来ないの分かればもうそのまま取ってこうやって引っ掛けて投げれますし、逆の場面もありますし、はい、今だってそれがあるんだと別に右足ついててもよくいい。なんか昔はちょっと一回逃げなあかんとかあるから、はい、左足ついて右足ついてとかあったけど、はい、今別にもう右足ついてさこう来てこのままピュッてこう投げた方がなんか距離がちょっと短くなるかなと思ってでも今の選手多いですよ。ここに入ってこうやって取る選手多いですよ、ね、多分蹴られない。でも前出たらちょっと時間かかんない。前右左でしょ。でもこうやってどうやってやるのかな。こう取ってそのまま投げるんじゃないですかね、うん。でも昔だったらもうそこにいるだけで蹴られちゃうので、あていうか大怪我になるよね、はい、近いとね。本当この足の運びですね。こういう運びとか前行くこういう運び、左で入って取って、はい、右で踏んで投げるっていうことね、はいはい、多分ここ左足が軸になってどうする だからこの待つ体勢って本当大事だと思います。必ずここに来るって限らないんで、うん、どこそれてもいけるように、まあ、こっちそれればそのまま前行く時もありますし、こう、ちなみにその昔だったらそのランナーの滑り込んでの大体のこのあれがシルエットとか見えながらどっち来るかなっていうのは見えてます。でかつ打者走者もどれぐらい進んでるかっていうのもこの辺に見ながら、はい、あとは打球のスピードですよね。遅い速いで間に合うのであれば引いた方が崩されないで済みますし、はい、もうじゃあ今だったらもう左足を踏んでやりなさいっていうのが、まあ、例えば中学生高校生だったら基本は左足の方がバランスよく回れるとは思います、うん、やっぱり左で、はい、であと気をつけなあかんのはどこ来るか分かんないからってことぐらい。そうですね、はい、常に疑いながら、はい、まあ、待つっていうか、はい、コリジョンがないんでね、はい、まあ、サードなんかもう投げたらあの距離ありますんで、うん、そこに入っていけばいいだけですけど、うん、ショート距離の近い時は特に確かに、はい、トスとかだとね入っていけますけど、やっぱ投げる時にはちょっと疑いながら。引っ掛けるやつがいるもんな、はい、これ近すぎで。だ小中で肩の弱い子はこういうふうにして勢いつけた方が投げれると思います、うん、あれ左肩弱い子がやってんの。いやいや、あの まだその成長途中の子らいるじゃないですか。高校の時とか俺甲子園の目を見たけどこうやって取る子多いよね。結構こうやってそうちょっと伸び気味、なんかあれ伸びる練習してんのかな。なんかいや多分そっちの方が勢いはつくからだと思う。あ、そういうことでやってた。こっちだとちゃんと軸足にちゃんと乗せ方が分かってないと多分弱くなっちゃうじゃないですか。あ、届かないか。だからまだここで勢いつけさすっていうのは、いやいうのはそうね、はい、こうやってなんかこうやってゲッツーしてるやついたな。昔でもこんなんやられたらもう絶対、まあアマチュア関係ないですけど、プロなんかも多分大怪我になってたんでいなかったですよね、基本的に。463の時もベース上で待ってます、ね、うん、まあいろいろですけど、そのギリギリの時もあるし、もうでも普通にこう来たやつをもう本当ここで蹴って投げるだけです。つま先でね、はい、シャッシャッ、まあファーストゴロとかこっち側の場合ありますけど、でもセカンドゴロとかファースト、まあ、まあちょっと後ろ1、2塁とかやったら後ろなんで、でもこっち側で回って、そうですね、ちょっと勢いはつけたいんで早く入れた時はですよ。
でも遅れた時はもう取ってこうやって行かなあかん時もあるし、で動き的には簡単です。もうそのままだから探りだけはちょっと入れないといけないんで、ドバさんとかよう引っ掛けてたんでそのままこうやってバーンって行くだけです。で来られる時はもうそのジャンプするなり測定みたいなのしたりとかして、ランナーをとにかくかわしていくっていう。だから早く投げて準備するみたいな。あ、だからあれでしょ、基本はつま先でこうこうやると、はい、蹴る感じ、こう踏まない、踏まないですね。だからあ、まあ、ちょっと一人塁間でこういっぱいいっぱいの時なんかはこうやって取ったりもしますけど、基本はあのタイミングよくプレーができる時はもう大体蹴りますね。右のつま先でポンって蹴りながらでやるって感じ、はい、それ見るな、確かにそれ見たことあるわ、うんうん、ショートは簡単です、うん、じゃ あの今日の結論はショートは簡単でいいですか、なんかセカンドで、まあ、セカンドで大変なんだよっていう話は。セカンドは大変です、そう、本当に大変、はい、大変です、間違いない。ゲッツーであれですよね、入った時に握り直しができるんですよね、ショートってね、ここ。そうそうそう、うん、セカンド握り直しできないんで、ここで時間がない、だからこそもう取ってすぐ持ち替えて投げなくちゃいい、でターンして、まあ、角度がしかもあるんで、うん、こう入るわけじゃないですかね、この辺から入ってきますから、はい、こういってこっち投げなくちゃいけないんで。だからちょっと肩の弱いやつだと逆にこれだけじゃ投げれないってことになっちゃうかな、中学高校ぐらいだったら。そのやっぱりそう、弱い子はする、ね、あんまり強くない、まあ、強い子は大体も強いっていうか、まあ普通に投げれる子はできると思いますけど、やっぱり基本はじゃあ左足入って、はい、右足でまあどっかでついて投げろと。ちなみにあとタッチってどうされますか。タッチで何々流とかあんの。僕、まあ、まあショートの場合はできるだけ 前入ります。ベースの前、はい、あで、まあ、本当にいいボール来たらバンってこういう風にしゃべるし、来たら下がるの。いいボール来たらですね。へえ、あ、そういうもん。でも結局こうやってパンって追っかけた方がアウトになるんです。あ、そうなの。なります。へえ、こっちより。そうなんですか。はい。リクエストなんか結構追い立ちの方がアウトになってるよね。前で取ってボンってこうやってやった方が早い。早い。で前に行くとランナーが通過した時にこうやってパンパンってこれできるんですよ。あ、はい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 。でこれを最初からこっちが入るともうランナーの後ろ入っちゃうから。あるな、こういうのな。あるでしょ。いやこの辺に送球来てもバーっていってパンってタッチできるんですよね。そうそうそう、前は、はい、ああそうか、左手でグラブ持ってるからね、はい、だからあんまりか、そうか、またいじゃダメなんだ。前の最初からショートは最初からまたいで入ろうとするともうちょっとそれた時はもうカバーできないですね。コートでこうやってるな、はい、あーってこうなんか届かないみたいな。あれもう前だったらもっと簡単にアウトになるのに。ああそうか、はい、それで前なんだ。なんか僕はこれ聞いた話であれですけど、メジャーが昔その統計取ったら絶対前で取ってポンタッチした方が絶対アウトになるっていうのが出たっていうのを聞いて、あ、僕はもともと前入ってたんですけど、あ、これでいいんだなと思ったのすごい記憶にありますけど。セカンドはどうするんですか。セカンド間に合う、間に合えば前か。僕も一緒ですね、宮本さんと一緒で、こうできればここに入ります。できれば前に、でいいボールが来たらこう引いてタッチをする感じです。みんなそんな細かいことやってんだあそこで。いや知らんかった、ごめんごめん。へえ、知らない。いや古田さんは苦労しなかったですけど、まあ、大体基本的にもこのラインには来るんで、ワンバンでもね。やっぱ前出た方が届かないキャッチャーとかでもやっぱりタッチしやすいですもんね。あ、そう、はい、へここだとちょうどギリギリとかになったら、まあ、ハーフバウンドになっても上上方も入られるんで、あ、はいはいはい、それだったらここでパンパンってこうやってやった方が早いですね。この方がやっぱ早いんか。なんか昔はこう追いタッチは時間かかるからとかよく言ったら、タッチは絶対こっちの方が早いです。早い、こっちとかこっちよりこっちの方が早いです。こっちの方が早い、はい、こうよりこうだからセカンドとかで左中間で中学生とかすぐこう見やすいからってこうやって入る子がいるんですよ。ああ、まあね、うん、でちょっと見づらいかもしれんけど、できるだけこういう風にして入れっていう、なタッチのこっちの方が早い。それは早そうやな、確かにそれは早そうやな。言われてみれば全然違うな、こっちからこうやるのよりはね、もちろん。え、キャッチャーもだって一緒じゃない、タッチするとき前にいた方が。まあでも大体、まあ外野から来るときは前かな、うん、そうやな、そうそうやな内野のときはもうなんかバックホームはもうまたいでもうここで止めるぞぐらいの感じでやってたけど、谷繁なんか足出してましたからね前がひっくり返ってたもんね、はい、誰村田前ひっくり返ってこうやってたらこうやってこけてベース踏んでんかってアウトになったんですそんなんや、そんなんあったっけ俺僕こっちだけどな。そうだよね、だからそれは絶対こっちの方が早いっすってベースランニング今右って言われてるのしてますよ。知らん
タイム測ったらやっぱり右の方が速いんですよ。その代わり右をここの側面踏むんですけど、そのままダーッていくんじゃなくて意識をもうこっち側に入れるぐらいじゃないと速くなるんです。やっぱボワーンといっちゃうんで、うん、膨らんじゃうって。条件付きですけどもちろん。いやいや、もう全然側面じゃないじゃないですか飯田さん。ここ打つ、ここ体も右足で蹴る、ここです、ここ、ここすごいよね。で今そうだよね。僕はそっちじゃないんで。僕も左です。ほら、よかった。いや、少年野球でしょ。少年野球でしょ。いや、違う違う、もう社会人とかもみんなそうです。もうこっちの方が早いって。あ、社会人もなんかもうちょっと中学生ですけど、で、いやでも絶対条件があるんですよ。やっぱりこう入っても、うん、この左足がちゃんと内側に入って、この内っていうかもうこんな入らないですけど、うんうんうん、その意識が絶対必要なんですよ。でヤクルトでその前も言ってたその川田さんがそれでやってタイム取ったら明らかにこっちの方が早かったの。へえ、そうなの。みんな僕ら教わったのはこうじゃないですか。そう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 。でまあもちろんね試合では足合わない時あるけど、うん、最初からこれを狙っていくわけ。そうです、ここです。特にその最終ここでクロスプレーになる時っていうのはそこはそこ入れっていうんですよ。だから二塁から三塁になるとか、例えば右中間抜けました、うん、でファーストは別にそんなの別に線でいいから三塁打になるかどうかっていうセカンドベースはそうやって入れって。最後にだから直線的に入る。そうそうそう。入りたい時、内側にね。だからこうここで膨らんだら結局時間がかかるからね。はい、へえ。でもここはもうどっち右でも左、まあ右の方がいいんでしょうけど、ここを踏むのはもう絶対そうです。あ、そうなの。はい。踏みにくいよな。ちなみに井口さんと西さんは、僕は基本左足で回ろうと思ってここですね。今ロッテのコーチどうやって教えてたの？基本的には、左足ですか、ね、左足で場所はここ。そうですね、はい。じゃあちょっとダメだ、古い。西さん僕は、他を回るときはそんなに球を要しないときはどこでもいいんですけど、うん、このセカンドからワンヒットで帰るときは僕はここに左足をこう、そうだよね、そこに左、はい、ここに左足を入れて、でここで蹴ってこういう回り方をする。だから倒すんだよね、体をね。そうですね。あとはその時にこっち側の肩がこうやって出てると回りやすいんです、こうやって。え、出てるということで倒すっていうんじゃなくて、こうやってこうやって回るっていうことですね。体をこっちに向けながらこうやって回ると、こっちに向けるの、こっちに向けるの、はい、の方が行きやすいの。ちょっとそんな感じで回ると、金ちゃんみたいな感じだけど、あ、そうです、はい、その方がいい、その方が回りやすいです。こう、要するにこう反対運動ができるんで、ちょっと俺なんかこうやって、マジで反対運動ができるんですよ。右足、それできれば左なの。だから西派は左の、西流は、はい、左腹、はい、宮本流が右腹、俺と井口がこの角右っていう人も最近やっぱ多い。ああ、そうなんだ。あとここの腹にこう入れるって日本のベースだからできるっていうのも一つあって、うん、今のベースってまたこれぐらいになっちゃったんで、うん、ちょっとそれやるともしかしたらズルっていくかもしれないので。メジャーってベース薄いもんね。薄いです。メジャーの方は薄いの。薄いです。あ、そうなんだ、はい、薄い。今ツルツルの結構多いんですよね、ベースが。昔みたいにこういうベースって今あまりないんで。ツルツルやから腹が行きにくいってこと、うん、薄いとしんどいですね。まあ確かに薄いとしんどいです。ここは高いから腹いけるわけね。こうやってやりやすいですよね。そうね、うん、薄いと、まあ、角の方が踏みやすい気はするわな。え、プロの、すみません、最近プロのベースってどんな感じなの？こんな感じ。ちょっと変わりました。昔は僕らの頃乗るとすごい高かったじゃないですか、うん、今メジャーに近くなって、はい、で硬くなってます。低くて硬い、硬くなってます。メジャーの時はどういう踏み方を？ファーストベースだけじゃないですかね、一応教わったの。ファーストは一応左で踏んだ方が怪我しづらいっていう、うん、あ、まあ、バランスよくなんか話するんだ、はい、ぶつかった時でも右で踏むともそのまま押さえる足がないじゃないですか、うん、左だとまだこう押さえる足があるので。そういうこと、はい、まあ、あと走る位置もありますよね。右で走る、あ、踏むっていうことはベースのこっちが走ってことになりますんで。でもまあ右足で走った方が、まあ、右足ついたから、まあ、多少やけどちょっと内側に入るわけやもんな、巻いたら体自体は、まあ、でも、まあ、そうやっても合わない時いっぱいありますもんね、うんうん、現実はね、うんうん、実際右で踏んでる時もありますし、僕らもそうやけど、それは現実的な、この辺で打球見てるとやっぱりベースどこかなって探していく時ありますんでね、うん、実践的に言うとそうやけどな、うん、でもまあこうとこうの金ちゃん橋ねのイメージでが早いの。知らない。ちょっと休憩して。水入れて。はい、ごめんね。ちょっとバッティング行きましょう。これ結構浸透してると思ってたんですよね。こっち踏むのは。そうなの。そう、右左はいろんなのあると思いますけど。腹はみんなここ踏んでるっていう
実際でもそこ踏んでんの？あの、分かんないけど、俺あんま今日注目してみなかったよ。そうじゃないですか。え？社会人とか中学生でも教えてるとかありますよ、そうやって。多分そういう教えがある。僕でもあれですよ、あの高校生ぐらいまで右で全部踏んでました。うん、それプロ入って島田さんに左踏めって言われてからずっと左になって、うん、なぜか左になっちゃいましたけど。移動ベースは絶対右で踏めって言うんですよね、小学校とか。ああ、こっちから言ったらずるっと行っちゃうから。まあそれは右で踏む。それは分かんな、うん、なんだか分からない。拓郎さんも右で踏めって言うんだよな。ああ、走塁。はい、でも右で踏むっていうのって多分条件があって、ここをあんまり鋭角に曲がれないんですよね。ここをちょっと緩やかに入っていかないと、こっちで踏む場合にはこう倒れてしまうんで。あ、そうね、なんかちょっとバランス崩しそうだね。はい、なのでここ僕はここを起点にしましたけど、いろいろ。まあでも右の方が速い気もしてきたな、なんとなく。そうです、確かにこう回るときとかは右の方がね、こう膨らんでいくんで、どこでセカンドからホーム行くのに、うん、右の方が鋭角にだから直線的に入れるとかね、はい、確かに入れる。こっちの膨らんでいきますからね、余計にね、うん、でバーって入って、まっすぐに入っていって、ちょっと真っ直ぐに入ってきますからね、うん、そうね。俺でもセカンドからサードをできるだけ直線に入って、ここで直角に曲がるって。ああ、マジでこうやってこのイメージ、はい、なのでこうやってこうやって曲がる。ああ、そうか、もうキューッと曲がる。それでそういうイメージなんですね、うん、なるほどね、うん、どんどん変わるな、知らんことが起きてさここで勉強してる、ほんまに